時刻はお昼12時を回りました。この時間は本日からミークーのハッピーライフのお時間になります。えー、先週までは午後3時に放、えー、土曜日の毎週午後3時に放送させていただいていたこの番組を時間を変更して今日からお昼12時から放送させていただきますので、ぜひよろしくお願いします。はじめましての皆さんもですね、えっ、ー、とー、いるかと思うので、 ちょっと番組の紹介をさせていただきますと、普段は私 FM コザでスタッフをしているんですけれども、えー、私が好きなものに夢中になることは素晴らしい。そしてこんなに素敵な人たちがいるんですということを発信したいと思い、この番組を始めています、えー。毎週人生を幸せにしてくれた人をテーマに紹介をしたり、ゲストにお招きしてお話を伺っていきます。 私が力をも,もらっている言葉や音楽、そして人を紹介することで誰かの力になれると信じています。そして私の夢はですね、どんな人も自分が今やっていることを楽しめるような支えができる人になることです。ということでですね、そんなになりたい自分に近づくために毎週ですね、ツイッターでいいねをした名言を一つ紹介をしております。今日紹介しますのは、 二、えー、日前に、狩牛うし58のボーカル、前川慎吾さんがツイートしていたものになります。久々に事務所に行くと、たくさんお手紙が届いていました。それぞれの人柄がにじみ出る言葉へ、文字や言葉に触れて、音楽を囲む人たちの存在を改めて感じました。楽曲が電気信号になって飛び交う時代にも、人の心は温度を失っていない。当然かもしれないけど、 素晴らしい再確認でした。大感謝ということで。えー、っとですね、やっぱりですね、お手紙ってもらうととっても嬉しいですし、本当に人柄が出ますよね。このラジオに関してはメールをいただくのでも、やっぱりこう、例えばよく送っているので、 えーと、ラジオネームを書き忘れちゃったりする方がいても、<laughs> 誰から来たのかっていうのは、やっぱり普段から送ってくれてる人だったら、はい、なんとなくわかりますし、<laughs> 今日のゲストさんもですね、今、あの、この後、12時10分過ぎから、えー、毎週水曜日、マイオアシスでおなじみのかまどおばあに出演いただくんですけれども、なるほどね、と笑っていました。<laughs> はい。ぜひ、登場も待ちわびてください。そして、メッセージもお待ちしております。メールアドレスは、7 6 1 a m a r k f m c o z j p 7 6 1 a t m a r k f m o z a j p です。また、f m コザでは、ユーストリームで映像と音声をインターネット配信しています。ツイキャスも連動しておりますので、コメントもお待ちしております。 えー、FM コザのホームページから入っていただきますと簡単に見ることができますので、そちらからお楽しみください。それではこの番組ですね、毎週本の中から言葉を紹介しているんですけれども、今日はですね、えー、最近ベストアルバムをリリースしました、ゆずさんの、こう、本。 があるんですねゆずの北川雄仁さんが書いた虹という本がですねこれは2011年だったか12年だったか、えー、と東日本大震災をきっかけにしてちょっと言葉で伝えたくなったということでリリースリリース発売された本になっておりますその中からこう本のあらすじといいますか物語が始まる前に思いを伝える場所が 本にはあると思うんですけれども、その中から少し言葉を紹介したいと思います。本には共感する楽しみ以外にも自分の知らない世界を見られる喜びもある。本の世界に入り込んで次の展開をワクワクしながら進み読み進めるあの漢字は音楽を聴くのとはまた違った良さがある。自分で手に取って時間をかけて読むことで 考えて、想像して、構築して、体の中へ言葉が浸透していく。この感覚がとても好きだし、今の僕には音楽と同様必要不可欠なものになっている。音楽が苦楽を共にした相棒だとするならば、本はもう少し程よい距離を保ちながら付き合える、信頼のおける友達みたいな存在だ。いろんなところに持ち歩けて、 自分の好きな時間に読めるし扉を開いた瞬間に本の世界との親密な対話が始まる小さな一冊の中には無限の世界が広がっているのだということでゆずの北川祐仁さんは音楽と本とても発信する面で大切にしているようです私もですねゆずは実はこう名前 を知ってはいたんですけど楽曲はあんまりこう街中で流れるのを聴く程度だったんですよね。そんな中ですね地元は新潟県でこう友達とスノーボードに行ってる時に、えー、リフトっていう,こう山の頂上に登る乗り物があるんですけどそこって結構時間が長くっていつも有線とかが流れているんですね。でその中でゆず さんのこの曲を聴いてですね初めてこう iTune で購入をしましたそんな一曲、えー、ゆずさんが友達に向けて作った曲だそうですその一曲をお届けしたいと思いますそれではゆずでリーズンお聴きください それでは時刻はですねお昼の12時14分を回っております本日の BGM はちょっと沖縄民謡で行きましょうそしてゲストにはこの方にお招きしておりますこんにちはこんにちは 釜ドーバーです。<laughs> はい、よろしくお願いします。はい、釜、はい、ドーバーありがとうございます。<laughs> よろしくお願いします。はい、こちらクトードンもよろしくお願いします。<laughs> はい。<laughs> えー、F.M. 講座ではですね、毎週水曜日のマイワシスでおなじみですね。はい。えっと九時半ごろからそうですね放送しておりまして、はい、以前は、はい、えっと今は F.M. ギノワンスタッフをしている田辺由紀さんと一緒に、はい。はい。 えっとゆきちゃんとカマドーバーのユンタクハンタクハワイユはいし<て>でしたタラマグチ教えてましたね,ねはいはいはい <laughs> で今はで今は,はるちゃんとカマドーバーのユンタクハンタクハワイユを担当しています、はい、よろしく聞いてください <laughs> はいもう私も大好きなコーナーです <laughs> 本当に <laughs> 9時半ごろからにいつもなってますね,すねはいはい で多分ですねもうすでに聞いたことある方多いと思うんですけれどもそこではこう、はい、タラマ口を教えているということなんですね、はいあの。一言ずつ毎週水曜日ね、うん、教えていますけどき、はい、あの新聞を切り抜きしていると、はい、タラマ村役所の教育委員会から、はい、タラマ口の本が出版されていますね。 で、私もあの電話番号を止めてあります。はい、今日は。<あ>買おうと思ってね。何千五というのが入ってるそうです。はい、かまどはでも、やっぱりそういう本はう。あいやななな必要ですよ。えー、私博士じゃないのに。<laughs> <laughs> <ー>まだまだ未熟ですよ。たらまごも。えそうですか。もすごく物知りなイメージ。えー、それは勘違いですね。<laughs> はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。これは、ちなみに、その本とかはタイトルとかわかりますか。たらま、普通。たらま、普通。五ってあったはず。うん、たらま、普通五。そうなんですね。どっちにとっておいてあるんです <laughs> 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 じゃ、新聞を。見ていただければ。はい、いいですかね。うん あそうなんですね。でこの何千語ってあってありました。私も一応ね、今あの二冊目にこう書いてますけど、タラマ口をね、右側はあの半分から右は日本語を書いて、左タラマ普通を書いてますけど、いや何千語ってそうです。はい負けました。私も出そうと思ったのに教育委員会に負けました。さすが教育委員会ですね。 ああそうなんですね。で出身はタラマ、ね、タラマ島出身ですね。はい。こうタラマ島はどこにありますか。あのね、うん、宮古島市と八重山の石垣市ねうん、うん、の間にやや八重山よりかな<ー>の小さな三百名ぐらいかな人口。ええー、うん、全校生徒みたいな。であのうん、うん、それがね。 はいええー、九月の旧暦の八月の法年祭八月節になると十、はい、倍十倍三千名の人が集まるそうですええー、なんでですかその法年祭みんない力もみんないらっしゃるからねわあ毎年恒例の大人気なお祭りなんですねだからね以前ゆきちゃんと去年かうん、うん、行くつもりで取 <laughs> ったらもう <laughs> なかなか飛行機が取れないんですよ那覇からの<ー>うん でキャンセル待ちで私11番取ってあったんですけどうん、うん、なんとか私は乗れて、うん、宮古島の空港で夕方まで夜まで待っていたわけ一人そしたらゆきちゃんから電話があっておば、うん、乗れなかっったよって <laughs> <laughs> だから法さ祭私一人であの三重県からの方たちと見ました、うんうん、そうなんですね法祭は えとどんなことをするんですかそんなに人が集まるっていうことはそうでしょうあれはね国のね、はい、重要無形文化財なんですよ、えー、芸能まあ、ま、ちょっとタイトル持ってないんですけどね、うん、そういう大変貴重なあの文化財ですからうん、うん、無形文化財指定されていますからねはい、はい、それでもう全国からのお客さんがその時は だからもう部屋もホテルもなかなか取れなくてブルーシート寝,寝ようかねと思うぐらいです。まあ甘えて親戚のうちにお世話になりましたけどねうん、うん、あ,ありがとうございますその時は次からはねどうしようかねって思ってます。え,ー、えじゃあそれくらい伝統も守られ続けてて。<laughs> はいはい もう本当に重要文化財ってことですね重要無形文化財国の指定された文化財なんですよはい。すごいですね誇りですねタラマンチュの誇りですいいですねこのタラマ島に行くとしたらどういうルートで行くんですか那覇からは飛行場に飛行機に乗って行きますね飛行機でタラマ行きがあるんですか宮古まで行けばいいじゃん 宮古島に飛行機で行ってそこから船で船はねあの、はい、すごいあのフェリー大きいのがもうありますからうん、うん、安くもあるしあのとてもも,ものすごい大きいです<ー>、はい、片道2000円かなあそんなで行けるんですね行けますへーじゃあ半日あれば移動は大丈夫問題はもう7月から <laughs> うん あの飛行機の予約取らないと、混むんですね。それでも行けない時ありますからね。うもう行く,行く方はもう早くから準備して、航空券を入手することですね。うんうん、はい。今年行きたい方はもうすでに調べて <laughs>、はい、はい、予定立ててご覧な,なんで、はい。もう真夏ですからね。別にブルーシードで寝てもいいのよ。雨が降らんと。<laughs> えー、そんなに安全 <laughs> 安心な感じなんですねえじゃあ鴨まどはもうこの沖縄本島にも来てるんですけど、はい、やっぱり出ると地元の地元の良さが分かるかなって思うんですけどねそう離れるって余計ふるさとがね遠き、まあ、にありて思うものなりね、うん、あの懐かしいですよやっぱり帰りたい気持ちもありますけどね。うん <laughs> さすがにもう家庭を持ってからはね。うん、帰るわけにもいかんし。そうですよね。うん、だから、放年祭が楽しみですね。あ、はい、そうなんですね。ええー、そう、そうなんですね。そしたら、このかまどおば、かまどおばって呼んでるんですけど。はい。なんでかまどおばって呼ばれてる。んですかそうですね。もう生まれたら、すぐからかまどおながつ、ついてましたね。<え>あの、昔はね。はい。あの、その、家庭の。 道具ねうん、うん、かまどというのを一番大切なんですよ。今の電気コンロみたいなね今はいろんなコンロがありますけどうん、うん、あの時は石を3つこう置けばねもうかまどになるわけね。はい、鍋を置いてご飯食べるでしょはいうんご飯も鍋もない時もあるし茶碗もなければあの味検知よう、うん。またやかんの代わりはあのホラガイ ホラガイ、うん、だから海のこの貝殻の殻も宝なんですよ。えー <laughs> すね、宝貝も宝ですけどね。うん、<laughs> <laughs> いろんなそういうね、ホラガイは夜間の代わりにするわけ。真ん中に穴開けてね。吹くやつです。そうですよ。あれも竜馬の八月踊りのあのこの楽器の一つです。ポーって獅子舞にね、はい、最初でこのホラガイたちが来て。 ーってね、はい、鳴らしてから獅子を招くわけうんそしたら最初の最初と最後のねうん、うん、そのし「スースボーグ」ってただま普通で言いますけど獅子スス、うん、をねそのおびき寄せて、はあ、ここでこの頑張りするわけさ頑張り、うん、頑張るがん、ま、お踊るってことですか でこのゴムゴム丸をワチクしたり酒瓶をまたあのワチクしたりしてこう取らすわけよ。したらまあ司神の中には二人組が入っていますけども、そううん、後ろの人も大変だけど前の人もその口開けて酒瓶一緒瓶もこう取らんといかんしね。<laughs> いろいろとてもあの楽しいですよ。<ー>ぜひいらしてくださいね。はい。八月布団に。八月布団に。<laughs> みーくも必ずおいでよはい行きたいですね <laughs> 今年は日付決まってるんですか大体はもう決まっているはずだがうん、うん、どんなですかね今日今日の新聞にはね、はい、あのなんていうのあれスツープ中のこのヒヤヤッカヤッカかが載っていましたね <laughs> 待ってくださいなんか方言がすごかった <laughs> 全然わからなかったです今 <laughs> スツープ中ってスツープ中うん 多分ストップなかったはず持ってくればよかったね修業ねじゃあ調べてみましょうねはい <laughs> <laughs> あ,ありがとうございますではあの私ほん当にですねかまどばが毎週水曜日に FM コーナーの扉開けて、はい、もう朝からもういるじゃないですか、はい、もうすごい嬉しくてあ,ーありがとうございますーー大好きなんですよ <laughs> はい私もミー君も大好きみんな好きです。<laughs> ありがとうございます。そうね、川野はっていつも笑顔じゃないですか。はい、ミー君のおかげです。<laughs> えー、そんな。<laughs> スタジオ入る時もね、ミー君がこんなするから、うん、はいってあのね、うん、やっぱり戦争体験者は、はい、たまにはこう涙出たり、うん、あ笑顔があんまりないのね、自分でわかるけど。 だかミーコがスタジオ入るときの「いってするこのこれが」思い出してうちいつもこう笑顔で入ってくるの。あそうななんですねえなんか一回かまどおがそが動画も配信してるじゃないですか FM <ー>ことは。でかまどおばのコーナーってちょっと早めに入ってスタンバイをしててかまどおばが動画見直したときにちょっと笑ってないんだよねっていう自分で言ってて今度から笑うようにするっていうことでこう。はいはい かまどばをスタジオに案内するときに、一緒に笑って入るんですよね。あのトラウマがあってね、はい、なんとなく、あのブスっとしてるのね。だから、みくたちのおかげで、最近はね、うん、笑顔で入るようにしてます <laughs>。<laughs> すごい、あ、じゃ、あ笑顔でいられるのは、この平和のおかげね。平和のおかげ。で、は、も、い、そうです。平和のおかげ。すごいですね。<laughs> もう、でも、それくらい、こう、<laughs> はい、じゃあ、いろいろ強用。 辛い思い思もしたんですよねどうやって乗り越えたんですかあやっぱりね、うん、乗り越えないといけないでしょ、うん、これはもう特に小座の場合はね嘉手な基地があって、うん、他の地域よりも確かに外国の方が多いですよねパルミラ通りも、はい、この,あのパークアベニューも全部ね銀天街もそうですけど。 だからこれは個人的に個人が悪いわけじゃないですね、はい、国と国とのね、うん、トラブルですからやっぱりこう前から外国の方が45名こういらしても笑顔でね「うん、あのこんにちは」ってちゃんと日本語でおっしゃる方もいらっしゃるからね、うん、それにも「こんにちは」って笑顔で返すように頑張っていますす <laughs> そうなんですねだからいろんなね事件事故がなければ平和なんですよ。うんうん そうですね。過去のことはもう変えられないので、はいはい、今後なければと、はい、いうことなんですね。はい、ええー、なんか大きいですよね。心が広いですね。<laughs> はあそうなんですね。で、えっと、このかまどバは戦争体験とかも話されてますし、はいはい、で、あとは認知症のこう、はい、か看病した経験があって、ね、そういうのもこう。はい であの介護職も33年ぐらいやりましたので、うん、また自分のね母もすごい認知症で約10年間満8年以上だったでしょうね、うん、もうすごいあの悲しむ暇がないというのかな。ああのの時期的になんかあの 子育て中でしたから悩む暇がなないいというのかな、はい、それに今みたいなそのいろんな施設やセサービスねデイサービスデイキャーとかねいろんなそういう施設もないしあの頃あったのは首里の構成員一つでしたからね、うん、どこにもすがれないんですよ。うん、で女尊時代に神谷幸雄先生という方が尊義の方がいらしたけども。 村議の,の先生に那覇,那覇に移られたもんでその神谷院までね母を連れて実は最近黒人街にいる時だねテルヤに住んでいる時あの環境の変化であのすぐ認知症が発症したんですよ。<う>なぜかというとあの当時黒人街もすごいあの。 人種差別のようにもうセンターこの辺は全部白人、うん、銀天街照屋は全部黒人というのが決まっていて、えー、であの色分けするの失礼ですけど、うん、真っ黒な方初めて見たんでしょあの母はあ<ー>それまで女村ではあの住んでましたから長女が3歳半まで女村に住んでましたから、うん、夫もタルマン中だったからね、うん それでそそののの環境の変化でですぐ発症したの、えー、それで那覇の神谷院に行って「はい、先生こういうことこんな失敗あんな失敗がありますけど」って、うん、相談に行ったら「あの福峰さんもあのおばあのためにはお金使わないでね、うん、みんな年取ったらこんななっていくんだから」っておっしゃったので、えーはい、それ以来も病院は行かなかったです。<ー>ただ ただ病院行かなかったためにまたトラブルがあったんですね。はい、どんななヶ月間、はい、病院に行ってないと診断書がででき取れないのする時、えー、で亡くなった時に、はい、今度こういうことであの警察からまたね他、うん、殺か自殺かみたいな思いでしょうね警察としては。うん、それで一緒にお茶飲みながら刑事もね2人かな。うん おお茶飲みながらお葬式しましまたでその時どうしたかというと、うん、中部病院に夫の同級生の先生が藤村邦夫先生という方がタラマ出身の方がいらっしゃったのね、はい、で事情を話して、うん、こういうことでということでね、うん、あのお願いして診断書書いてもらったの。うん、と船越病院の先代の先生が本当はいらっしゃる予定だったのよ。はあ ね、お願いしたら行きますって言ってゴルフ行っちゃってそれで診断書書けなくてこう藤村邦夫先生が書いてくださってししました、うん、そういう思い出もありますからね,ねあの認知症やあるいは寝たきりの方たちを3か月に1回はせめて今は制度がもっと変わっているかもしれませんけどね、うんうん、病院に連れて行ってあげたり。 いいいいろいろやってほしいなと思いますね、うん、うんそうなんですね。でこういうのお話もですね本当にに何て言うんですかねもう惜,しみ惜しまずに人に伝えますし <laughs>、はい、で人の相談にもなるなって思っててけどこう前に講演会がこのあとあるんだよって。 行った時に、はい、でも話すのがとっても苦手ですごく緊張するって言ってたじゃないですか。そうなんですよ。もうすごい緊張があって、はい、いろんなところにこうちょっと話しても、うん、あの10名以内の場合は楽しいですよ。うこうステージに出てこうたくさんの人を見ながらだともうドキドキするんです。ああそうなんですね。はい、すごく心臓がパクパクパク,パクして。<laughs> <laughs> パクパクパクして、うん、例えばね <laughs>、うん、あの DV フォーラムでもそうだったけど、はい、また認知症の家族会なんかでもね、うん、あのなんか言わんといけない時とっても上がってるんです、うん、<ー>まあ中部地区でもユラティク会ってやってますけど、うん、この前はまたね、うん、第三水曜は名護で名護屋の会という保健所であるんですね、うん、また南南城市ではのの会というのをね。 あのやってますけど、いろんなそういうあのことをやってます。うん、今度もあの認知症の家族会のそのあれで、あのまあ町町のゼミナールでもそうですけど、はい、あのビーグで蛇を作ったり、うんうん、またあのアダンバとかね、マーニの歯とかでその金魚を作ったり。うん、だけどそういう生の葉は。 作る時は楽しんで子供たち喜ぶんだけど、はい、保存ができないのね。ええー、だってあの枯れたらそのまま、そ,うそ,うそ,うそのままあの曲がってしまうのね。だからあの PP バンドを作って、うん、PP バンドでこうやると、あの荷物とかをよくためるやつです。したらテーブルの上にちょっと置いとけば自分の作品だというね、うん、喜びとかもあるでしょ。うん、そうですねです。今がちょうどビーグのね。はいうん 仮時ですって、だからビーグってね、お菓子にもいろんなケーキにも使えるそうなんですよ。なんかスーパーフードらしいですね。そうそうそう。これもあの新聞で読みましたね。読むのが今は好きでね。本読んだりいろんなあの読んだり新聞読んだり。以前はね、ひらがなとカタカナしか知らなかったわけ。だからあの。 いろんな勉強会に出米沢、うん、那きお先生という方の勉強会に、うん、あの琉球新報の採用でねあっちに勉強に通ったり、うん、いろんな脚本講座通ったりまた櫻坂劇場の内縄口講座とか、はい、内チ芝居講座も習ったりとか、うん、人生楽しんでますそのおかげで今内縄口も。 少し理解できるようになりましたね。ああ、そうなんですね。だから人生は捨てたもんじゃないよ。八十余っても、あそれからね、おとといか、はい、おとこ子供の日。あ昨日ですね。昨日ですか。今日六日か。子供の日。はい。子供の国で楽しかったですよ。あのサミ選の先生の照山ヤ先生っていらっしゃるでしょ。ううん。あの方とあのお弟子さんたちと一緒に。 なんかあのファミリー同様祭りだったのね。うん、で照山正雄ファミリーとして私は釜でって照山正雄先生の「藤ヶ徹ば」っで <laughs> 奥さん役をしたそうそう釜 <laughs>、うん、でで照山正雄先生は「釜だ」んっって,って、うん、もうそれが頭がね、うん、本当は <laughs> 本当丸坊主なのに。<laughs> あの、オレンジの濃い色のかつらかぶっていらっしゃるから、これがもう <laughs> 滑稽でもう楽しいわけよ。で、また上はね、あの、はい、ちゃんと照山サオという三味線のね、うんうん、あの、オリジナルの8匹ていらして、すごいあの、盛り上がってね。うん、でおじ、お弟子さんの町みゆきさんというこの方も民謡の歌手ですけど、はい、その方たちもみんな一緒に。で、小さいこの、空ちゃんとか、 うん、もう一人男の子もいましたね。そ,<う>その子たちの方がその歌うべきもしもしカーメン用の歌をね、はい、大人よりも上手に歌って頑張っていました。<laughs> 楽しかったです。はい。すごい。やっぱ地域の方との交流も多いですね。はいはい、でこのカマドーバーってなんでこうやって人に伝える公演とか <laughs> こういう交流をこう。 喋るのがが苦手って言いながらもたくさんたくさんやられてるのかなって,あなってっあやっぱりねあの、うん、やっぱりほらあの例えば認知症だったら、うん、あの介護している家族の方ってそれつらいんですよね本んは、ね、だからそれをねつらいとついたたいたり怒ったりやるでしょ。うん かもしれません、はい、私はそれはもうそんなしませんでしたけどその代わりも自分の子供たち3名を押し入れの布団を外に出して押し入れの中に寝かしていました、はい、雑音が耳に入らんようにいい、ね、<laughs> 熟睡できるようにね <laughs> う<ん>、うん、そういうこともやりましたねであの 姪っ子が一人うちにね同居していましたけど普天間高校の時代ね看護学校受けるうっていたのにもううちがうるさくて一回ポトンしましたよごめんなさいそういう失敗もありましただから怒るんじゃなくて同調してあげる例えば「あんたがうちの財布取ったでしょ?」 して特にに家族に当たるんですねお客さんが来たらお客さんにはもう普通みたいにあの言うんですけど家族に特に嫁さん娘ん外の娘さんたちが来たらあの普通にするんですんこの関わっているお嫁さんんたちが大変なんですよんだから「やがととったらや財布こっち置いてあったのに」って本当別に置いてあるはずだけど忘れたはずだけどんあんたが取ったでしょうないさ。 お金もないさって、うん、だそれをあの例えば財布がないという時はその財布と同じの,あの買ってきてまあね、うん、安いのでいいんじゃない,うん、うん、いこれねおばあって、うん、あい一緒に探そうねっつって,って探してみていこれじゃないみたいにしてうん、うん、ほんのちょっと神宮も入れておくなりしてもほっとしてあ,いあったねありがとうみたいにすればうん、うん、同調できるでしょ。うんうん、そういういことなりをまあ 怒,ら怒ったら余計マイナスなんですよ。どっちにもとどっちにとってもマイナスでした、ねはい、らもうその本人も当事者の方もその、うん、相談しようと思ったのももう言えなくなるわけさ、ね、怖いとか遠慮してとかね<ー>、うん、だからうん、ね、例えばあの昨日かおとついかねどっかにその迷いの方の写真が ありましたけど、うん、今日は犬,も犬,犬みたいのもいましたけど <laughs> あのそういう方もあのみんなでこう地域に、うん、例えば私の母だったらうん、うん、隣近所にうちの母こんなして、うん、最近おかしいよ物忘れもしてるよ道も迷うよって言っておけば「うん、ああんたのおばあ,あっち歩いていたよ今何ちゃんて」てかまどうって言えるけど。うんうんうん 周囲にも秘密にしていたら、うん、あそこのオーバーがあの辺が歩いてるけどあっちはオープンにしてないからもう黙っておこうねって言ったら余計大変になるさね自分で抱え込んでどんどんどんとそうじゃなくてみんなにね、うん、あの地域みんなで支えていくように変えてやった方が公民館とか警察とかあのとかにこう,こういう。 方ですよって書いて写真もこう見せておくなりうん、うん、住所氏名電話番号書いておくなり、うん、あるいはまた名前だけはもう後ろの方にかまどって書いておくなり、うん、ああ T シャツの後ろとか見えないところにそういうふうにしておけばね、うん、あのもう姉妹に穴子まで行くとおばあもいますからねおじいももう1時間以上離れてる距離なのに行ってしまうんですねはいはい、はい、歩いて大変ですようん、うんうんだ 発症したら多分 FM 小谷に通うと思うんですよその時はよろしくお願いしますね <laughs>、はい、みーくわかりました <laughs> じゃあそのやっぱり同調してあげるっていうことも伝えたいし周りに知らせるそしてうみんなで守るっていうことを伝えるためにもかまどおばあはそういう人の 思いを共有するために講演会とかいろいろな行事に参加されているっていうことなんですね。はいはいはい、まあサポーター役もしてますからそれでこの T シャツはその意味でよくこれ着ていますけど、うん、こっち FM の帰りはちょっとミュージックタウンによって、うん、あのちょっとそ,そんな感じの方たちもたまにいますからね。 こう一緒になって話がしたりうん、うん、またちょっとお水一緒にコーヒーとか飲んだりとかもしてますねあそうなんですねそれではこまどもここで一旦 CM に入りましてまた後半戦お送りしていきたいと思います この時間はですねミークーのハッピーライフをお届けしております引き続きかまどーバーとお話ししていきたいと思いますいや本当にかまどーバーは地域の方と密着にねこう関わりながら活動されてるんですけれども本当にこのいろいろなところで活動されてそこでかまどーバーを知って <laughs> FM 講座でラジオをしているっていうことを <laughs> でそう本当にあの問い合わせが多いんですよ、かまどおばとお話がしたいっていうことで。FM に入ったのもねやっぱり近、ね、天のの祭りの現場でででしたねねそうなんですやっぱりかまどおばーとお話をしたいかまどおばに話を聞いてほしいっていう人がたくさんいるんですけどこのラジオ以外でかまどおばとお話できる機会があるらしい。<laughs> と聞いたんですけど。<laughs> いつどこであるんですか。<laughs> え、そうですね。はい。あの。第四金曜のね。第四金曜日。はい。はい。あの、沖縄市のあげだ福祉センターで。沖縄市のあげだ福祉センター。はい。はい。はい、あの。 認知症の人と家族の会というのがありましてね。認知症の人と家族の会。はい、ユラティクっていう会ですけど。はい。うん、どんな方が？ユラティクというのなんか、はい、あのみんなでよりよようなよんな集まってユンタク会しましょうという感じ。うん、そういうのがありますね。あ、うんはあ、そうなんですね。うん、だから。 ちょっと悩んでいる方ねね、うん、家族にも、ね、自分のおじいおばあがちょっと最近、うん、道迷ったりまた忘れ物したりね同じものを買い込んでそのママレモンを冷蔵庫を入れたり、うん、いいお肉はもう少しでいいのに毎日肉買ってきて詰めているとか、うん、もう本当にいろんなことがあるそうですから。 そういういちょっと変わった行動や言葉、ねうん、あのそういうことがあったらその相談にいらしてくださいまたあの、はい、介護してる方も大変らしくてとても本人もつらいから、うん、本人までも,もう最近は自分もちょっとこんなことがあるよということもあるそうですからね、うん、そういうこともあのいらしたらね、うんその いろんなまたビデオの,そのお話なんかもありますので、ねうん、また運動その認知症予防の運動なんかもあるんですよ。<ー>うん、例えば例えば、まあ、あのこうゲームとかマス目のある敷物を敷いてそこで、うんまあ、ケンケンパーみたいなものをさせるわけ<ー>いろんな、まあ。昔ながらの遊びが実は。昔な,実は昔ながら帰って 最近のじゃないかねと思うぐらいあともうどんどん変わっていくんですねこのやり方がねだから脳に刺激与えるうそういう体操があるんですへえそうなんですねじゃそういうのも教えていただけるのが、はい、第4金曜日金曜日ですね,ですね1時午後1時から3時までね、はい アゲダの社会福祉センターの2階でありますね。はい、誰でも参加できますか。はい、できます。うん、あのまたあのうつ病の人を支える家族の会というのがありまして、はい、これはあのスマイル会といいますけども、うんうん、これもアゲダの社会福祉センターでありますね。はい、これは厨房の方でありますね。<房>あのご飯炊く。 場所が同じ建物の中で場所がちょっと違って厨房の中でありますからね介護やってるとやっぱりつらいからたまにうつ状態になっていくらしいんですね<ー>そういう方たちもいますので、うん、旦那があの認知症でまた奥さんが最近疲れてうつ状態というのもあるし反対に。 奥さんが認知症で旦那が支えているというそういう逆のコースなんかもありますのでねあのどちらもあの相談にいらしたらまたちゃんと専門職の方も参加してくださるので役所のねその地,域地域包括支援センターの方たちも見えますので悩みがあったらその方たちに。 問題があれば、また特別にこう相談コーナーを築けて、相談に乗ってくれますから。大変にいいと思います。うん、はい、あ,あ、そうなんですね。こちらの時間は、何時からですか。これも同じ。これはね。1> 1はい。うつ病の場合は、に、はい、午後、二時から四時までですね。二時から四時まで。<laughs> あとは名護の名護見の,の会という北部保健所でありますけどこれは認知症の家族会ですけどあれも午後の1時から3時までですねありますだからもう離島のこの伊江島以前はその辺からも金とかねその辺からもあの来れますのでね今フェリーとかいろいろありますからだから。 ぜひあの相談にもいらしてください。ああわかりました。あとは沖縄市の方でも町作り講座、ああ町づくりはいはい町のゼミのあるねはい町ゼミはいはい町セミもはいえ毎週火曜か <laughs>、うん、火曜の七時からちょうど勉強会がありますねはいはいあのありますけどそれはですねはいあの一応私はあのビーグのこの 材料があるんですね。さっき。銀天街とのつながりで。大谷先生というその蛇の先生がね。うあの。そのうるましのテルマから。届けてくださるのね。ビーゴートン。で、それで、それを使って。蛇を作るんです。ほあの、よく指が抜けなくなるってやつですか。あれは。マーニの葉っぱで。うん。マニの葉っぱであれは作るけど。 あれじゃなくてあのちょうど蛇が口をこうしてね、はい、噛みそうにこんなするぐらいの蛇を作る、うん、ミクも教えるからねはい <laughs> 私本当に行こうと思っててあ,あのね、はい、子どもたちも参加できますが、うん、子どもたちの場合はお母さんお父さんどっちかと保護者付きですね8日から受付します、はい、月曜日からね,からですねはい わかりました。こちらはあの新聞とか、あとは自治会の広報で、一部の住宅には沖縄市の方の住宅には一部。配られているそうなんですけど。今 F. M. こざにもね。はい、ありますね。はい、町のでもなるの、あれがね。ありますので、ぜひ、ね。<非>チラシがね。興味のある方は。はい。ご来客ください。面相落ち込み総理。<laughs> <laughs> <laughs> いやでも本当にすごい活動たくさんされてますね。こ,うん、こういったのもあのやっぱりノートレイですからね。あのづくりもね。うんうん、あの楽しいと思います。だから私もうちではね、うん、新聞のチラシでね、はい、ゴミ箱を売ってます。そういつもてて F.M. 小座に持ってこようと思って今日二箱いっぱい作ってあるの。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 次水曜日に持ってきます。<laughs> <laughs> ありがたく使わせていただきます。<laughs> いやーすごいですねこのでもカマドーバーって誰とでもすぐに気さくに話すじゃないですか。話すなーっていうこの壁がない感じがするんですねそ,そうですね。も。なるだけ会話できるように、はい、あのだからこっちの大体いいこの帰りにうん、うん、ミュージックタウンとか夜のね、はい、FM コーナーの水曜日もね向こうで大体うん。 ちょっと宿題あったらまたほらタラマフツをね書いてますから、うん、そういう宿題やってあとはまたみんなとね関わって飲んだり食べたり。うんあじゃあ本当にいろんな人とに声をかけてお話をして交流してますね。じゃあ元からそういうのができるわけじゃなくていろんな人と話したから。はい そうですねそういうコミュニケーション能力がついたっていう、ねはい、かええすごいですねえどうやったらそのじゃ話しかけようってやっぱりこのねうち、ね、のあぐちを習うためにこの桜坂劇場に通ったでしょ毎週水曜日ね<ー>夕方うん、うん、4時半からだったかなそういう全くう,うくなんふつも 難しいからね。はい、あのその多良間仏しか話せなかったから。沖縄仏、沖縄の方言を,を。学んだってことですかそうそう。そうなんです。あのうん、うん、芝居のね。平進も富先生にね。ね、あのちゅさんの。はい、はい、ちゅさんのね。そううん、残念ながらね、お亡くなりになって。うん、でも進む先生がね、一生懸命教えてくださるので。うんうん、そうして、またあの。うん うちの芝居はね、うん、少しはね舞台も出ましたよ <laughs> すごいですね <laughs> そ,しそしたらね、うん、あのやっぱり緊張がたすごいもんだからうん、うん、あのーってこうあのそのセリフをどう忘れして、うん、もう出てからよ芝居本番だよ、はい、500円だったか何入場券かって入ってる人なんか見るのよ。はい、でうちのの親戚も来ていたの2人、うん そしたら、ね、この現場で、うん、そのアンマー役だったけどその女の子56名使っていたかなこのお金持ちのアンマーじゃなくて次のアンマーなのよ。そ、うん、したらそのセリフをどう忘れして「はい、あのー、あのー、あのー」って3回言ったわけ、はい、3回目にようやく思い出してっほっとしました。<laughs> そういう苦い思い出があるからね。<ー>また余計上がるの。そうなの、ね、そういう経験もありました。うん、もうじゃ本当にいろんなこと経験されて、それこそ70歳で大学にも入ったりとかして。大学は何度小座高校定時セールやる。おお <laughs>、すごいですよ、ね。だから、ひらがな、かたがなしかわからないから、うん、小座高校定時に、うん。 通っ七十歳で入ったわけ。これは<う>年齢は関係ないですか。何かを始めるにはどうでしょうね。八十八十歳までかね。あ、高校で。でもすごいあのヤンバルは東村からもいらしてましたよ。へー。うん、そう。そうなんですね。でその時の出会いでその先週の水曜日のゲストの先生。うんうん。読みたんさの草間舞子さんご館のね、うん、おもちゃ館の。うん 館長先生はその時のつながりなんです。で全国回っていますね。うんうん、津波の被災地の東北までも行きますね。かまどばも行ってましたね。岩手県はい。二回、二年続けて行きましたね。はい。かまどば、なんとお時間です。はい。はい。どうも。ありがとうございました。はい、今もこのかまどばはすごく、すごく活動されていて。今もまだいろんなことに挑戦されていてですね。その。 いろいろな家庭はマイ水曜日9時半からのコーナーでいろいろ聞けると思いますので,、はいですね、皆さんぜひ聞いてください、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございましたニューエデビタン